草津市の将来ビジョンである出会いが織りなすふるさと、元気と潤いのある町草津を実現するために、中長期的な視野で策定した第5次草津市総合計画の開始から7年、基本構想をより具現化するために取りまとめた第1期基本計画、そしてその成果や課題を受けてさらに魅力ある街づくりを推進するための第2期基本計画と、ここまで順調に目標を達成しています。第1期第2期ともに特に重点的に推進していくべき3つのテーマをリーディングプロジェクトとしてきました。第2期基本計画においては、草津川跡地の空間整備、中心市街地の活性化、コミュニティ活動の推進をテーマに定め、このリーディングプロジェクトと合わせて分野別の基本方針施策の体系に基づき、まちづくりを確実に推進してきました。それでは第2期基本計画の中で実施し成果を上げた主な事業を分野ごとに見ていきましょう。学校教育の充実を目指して第1期に行った小中学校の全教室への電子黒板の導入に続き、これからの ICT 社会を生きる子どもたちにとって有効な学習道具であるタブレット端末を研究指定校に導入し、最先端の授業に取り組みました。また平成26年度には全小学校普通教室と全小中学校の特別支援学級にタブレット端末を約3200台配備し、子どもの特性に応じた活用を行いました。平成27年度には全中学校にタブレット端末総数およそ1000台を配備、教育の電子化が本格化しました。また平成28年度には小学校のモデル校において外国と教室を中継して英語学習を行うオンライン授業を開始しました。近年活発な宅地開発により急増している及上小学校区の児童の教育環境の適正化を図るため小学校を新設しました。安全安心な学校給食を提供するため老朽化した学校給食センターを改築しました。学校施設の安全性の確保と教育環境の改善を図るため、建築後一定年数を経過した学校施設の改修を実施し、多目的トイレやエレベーターの設置などバリアフリー化に必要な工事を行いました。滋賀県民芸術創造館が滋賀県から草津市へ移管され、草津クレアホールとして開館しました。平成22年度から供用を開始した三井家運動公園に防球ネットを設置し、安全の確保とさらなる利用者増加を図りました。建設から30年以上が経過した総合体育館を市民の健康増進や広域避難所として適切に機能させるために耐震補強と改修工事を行いました。良好な保育環境を確保し、乳幼児の健やかな育ちを支えるため建物の老朽化が進んでいた市立第五保育所園舎の移転新築を行いました。定期的に3歳児が集団生活を体験できる親子通園を開始しました。また第5保育所を矢橋双葉子ども園として、笠縫東幼稚園を笠縫東子ども園として、本市で初めての公立認定子ども園を開園しました。幼児教育と保育を一体に行う認定子ども園の開園により、子育て支援と教育の充実をさらに進めていきます。及上西小学校の新設に伴い、
保護者が昼間に仕事などで留守になる家庭の小学生に生活の場を提供するためののびっこ生神西を新設しました。玉川中学校区に子育て家庭が気軽に集い、子どもの育ちや思いを語り合い交流するための集いの広場を新たに開設しました。妊娠、出産、子育て期の切れ目のない支援を行うワンストップ窓口として子育て相談センターを開設しました。子育て応援サイトポカポカタウンをリニューアルし、新たにアプリをリリースしました。より分かりやすくタイムリーな情報の発信をしています。認知症に対する理解を広め、認知症の人を見守ることができる地域力の強化を図るため、普段から実践できるように声をかける体験訓練を実施しました。大丈夫？市民が健康で幸せに暮らせる新しい都市モデル健康都市に向けた取り組みを進めるにあたって、市として健康都市を作り上げていく意思や目指すべき方向性を内外に示すため、平成28年8月に草津市健康都市宣言を行いました。災害に強いまちづくりを目指し、消防・防災機能の充実を図るため、築後30年以上経過し老朽化した西消防署コミュニティセンターの耐震性強化と各種施設とスペースの拡充を図るため移転新築を行いました。氾濫の危険性が高い地域での洪水時の浸水状況をいち早く把握するため監視カメラを設置しました。これによりインターネット回線でリアルタイムに監視することができ、より迅速な水防活動が可能となりました。市営駐輪場の自転車盗難対策を推進するため、人を感知して施錠を促す注意喚起メッセージや防犯カメラが作動していることを警告する人感スピーカーを設置しました。また施錠の習慣化を呼びかける啓発活動を行いました。第2期のリーディングプロジェクトの一つである草津川跡地の空間整備の実現に向けて、人と自然、人と人がつながる文化・コミュニティ活動の場を目指し、平成26年に工事着手、平成29年3月に草津川跡地公園が完成しました。地球温暖化防止に向けた CO2 削減への取り組みの一環として、次世代自動車である超小型電気自動車を公用車として導入しました。ゴミに関する悩みを解決できるスマートフォン、タブレット用のアプリの無料配信を開始しました。ゴミの回収日や出し方など、ゴミに関するいろいろな情報が用意されています。都市としての魅力を高め、活力あるまちづくりを進めるため、南草津プリムタウンの土地区画整理事業に対して支援をしています。草津市中心市街地活性化基本計画に基づく東海道草津宿テナントミックス事業の取り組みとして、空き店舗を活用した2店舗がオープンしました。 JR 南草津駅周辺の交通渋滞の緩和を図るため、地域を南北に結ぶ幹線道路整備の端緒として大江稜線次線川の下工区が開通しました。生活道路における歩行者の安全な通行の確保のために、時速30キロの速度規制を設ける区域を定め、カラー舗装をしました。 JR 琵琶湖線を東西に横断する市道追分矢倉南山田線の新しい歩道が完成しました。公共交通の利用を促進し、交通弱者などの生活交通を確保するために、第1期において実証運行実験を開始した豆バスの利用実績をもとに、運行ルートを見直し本格運行を開始しました。
南草津駅前バス停留所でのバス待ち行列の解消と公共交通の利用促進などのため連接バスの導入検討、試走実験を経て本格運行を開始しました。 JR 南草津駅のプラットホームでの視覚障害者などの転落防止のために内包線付き天井ブロックを設置しました。第2期のリーディングプロジェクトの一つである中心市街地の活性化を進める草津市中心市街地活性化基本計画の第1弾としてガーデンと店舗を一体とするニワタスが JR 草津駅東口前にオープンしました。吉松明を通じて琵琶湖の生態系や水環境への関心を深めるイベントとして恒例の琵琶湖吉松明祭りを開催し、また草津市政60周年記念の打ち上げ花火も盛り上がりました。宿場町草津の魅力を発信し来訪者へのホスピタリティを充実させ、市の玄関口としての案内機能を高めるべく観光案内所を再整備しリニューアルオープンしました。地域課題の解決のために共同による取り組みがますます重要になってきている中で、これまで進めてきた共同の取り組みをさらに一歩前に進めるため条例を制定しました。第2期のリーディングプロジェクトの一つ、コミュニティ活動の推進の実現に向けて地域コミュニティの拠点である市民センターの改築や新設を順次行いました。東日本大震災を契機に交流を重ね、平成25年に災害時総合応援協定を結んだ福島県伊達市から草津市政施行60周年にあたり花桃の木60本が寄贈され植樹記念式典を挙行しました。伊達市とはこれまで深めてきた絆を礎に産業や経済、防災、文化、教育など幅広い分野において双方の特性を生かしながら行政や市民間相互の信頼と理解を深め、さらに交流関係を推進するべく友好交流協定を結びました。平成28年10月に草津の未来の街のデザインを考えるために市民らが気軽に自由に話し合い交流するための関西初の産学公民連携のプラットフォームアーバンデザインセンター琵琶湖草津を開設しました。経費の削減と事務の共通化、標準化を念頭に複数の自治体で基幹システムを共同利用するという考えに賛同し、次期基幹システムの導入と共同利用の枠組みに合意した5つの市で協定を締結しました。また平成26年は草津市市政施行60周年にあたり様々な記念イベントが行われました。市内の小中学生を対象に募集した市のシンボルマーク作品1538点の中から最優秀作品を原案に草津市市政60周年記念のシンボルマークが決定しました。また開業20周年の JR 南草津駅との連携企画として優秀作品の展示を行いました。事業の一環として子どもたちの未来のためにをテーマに草リンピック60&農業祭りを開催しました。草津の魅力を内外から再発見再認識するために市政60周年記念全3回シリーズの切手シートを発行しました。草津市観光物産協会に所属し市の PR をしてきた旅丸が観光分野だけでなく多くの市の魅力を PR するため市公認のマスコットキャラクターになりました。平成26年11月には市政施行
60周年記念式典を開催し、市政の発展に寄与していただいた87名11団体に感謝状を贈呈しました。平成27年9月16日、草津市の人口が13万人に達しました。13万人目となった市民へは市長から認定証などが贈られました。まちづくりの指針となる第5次草津市総合計画もいよいよ締めくくりの第3期を迎えました。今後も滋賀県全体をリードする中核都市としての自負と責任を持って、市民の皆さんが生き生きと輝き安心して暮らすことができるまちづくりを展開し、草津の人と町にますますふるさと草津の心、シビックプライドが生み出されるよう取り組んでいきます。